んばんは、元男の子のファカンです。タイトルにもありますが、この青木、性転換をしてから人生初の女としてプールにビキニを着て入りました。まあ、なんか変な感じですよ。夢の中にいるような気分です。性転換する前はさ、私はこれから女として生きるんだ、でもどうせ性転換したところで体は女になったところで世間からは女として見られないんだろうな、だから女風呂とか女子更衣室とかプールとかそういう公共の女性の人が使う場所を自分が違和感なくバレずにっていうか、もうその場所にいる女性たちに受け入れられながら自分もその女性の社会に飛び込んでいくという、その景色は全く想像できてなかったんですけど、なんか動画ではね結構大口叩いてうえーとか言ってやりますけども、本当はすごい小心者っていうか結構ビビリでして、人生初女性としてプールにさっき入ってきて、今これ水着なんですけど、水着姿今見せても、楽しみが実はね今水着着れるんですよ。水着着てプールで実際に泳いでるところも後日動画で公開しますので、よかったら見てってください。水着に見えないでしょ、ちゃんとこれ水着なんですよ。こうやって今水着着てるんですけども、ただね、私タイトルでは人生初の女子としてプール入ったって言いましたけども、過去にちゃんと女子としてプール入ったっちゃ入ったんだけど入ってないんだよなっていう出来事がありまして、それがですね、ニューハーフクラブで働いてた時の先輩たちと夜中のプールに入って、だから他のお客さんがいないっていうところを見計らって、そのプールの人たちも私たちニューハーフなんですけども入っていいですかっていう、そういったニューハーフっていう前提で入ったんですよ。なんかそこが今回とまず大きく違うの。別にそのニューハーフの人がダメとかそういう意味合いじゃなくて、今回は女性の方と一緒に女性として私プールに入ったんですよ。もうそれがなんかね、ほんとね初めてなんですよ。でそこのプールでこうやって何気なく泳いでたんですけども、あれ私こうやって今泳いでるけど普通じゃないこと知ってるんだなって、なんか普通のこと知ってるようで普通じゃないこと知ってるから、なんかね泳いでる時すごい泣きそうになってて、だから泣くのごまかすたびにもすごいプールでこうやって潜ったりしてね。で一緒にいた女性の方、もう本当に正真正銘女性の方なんですけども、その方はなんか普通化粧してたら潜んなくないですかみたいなこと言ってたんですけども、私はすごい潜ったの。化粧崩れるの本当嫌だけど、ちょっと泣いてたんですけども、実は自分で泣いてたっていうの恥ずかしいけど、なんか正直信じられないっていうか、確かに銭湯も行ったし女性更衣室に入って日常生活過ごした場面はありましたけども、でもそれって周りにちゃんとその大々的に私はもともと男性でみたいなことを言った上での前提があって、周りの人にあいいですよ別に私たちはそういうの差別しませんからみたいな、そういう感じのところだったんで、なんかね確かにその時も女性更衣室とか女としての姿でプールに入るというのは嬉しかったんだけども、心のどっかでなんか引っかかりがあったんですよ。果たしてこれって本当に私が女としても認められて今ここに立ってるんだろうかみたいな。最初に私はもともと男性ですが入ってもよろしいでしょうかっていう、もう本当にこうやってお願いします女性用更衣室に入れてくださいって言った前提で入ってるわけじゃないですか。なのですごい嬉しいんだけども、ちょっとどっかで引っかかってたですけど、今回はねその時と違って前行った時みたいにニューハーフクラブの先輩とかと一緒にニューハーフ軍団としてプールに入るっていう、赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな、なんかそういう感覚でいたから、ちょっと気が大きくなって別に差別なんて私されてないみたいな、なんかそんな感じでいたんですけども、心の中でやっぱり不安だったんですね。今日本当にもともと生まれてから女性の、しかも同い年のその女性の方と一緒に私は女子更衣室に入って、女子としてプールに入って一緒に泳いだっていうのは私にとっては成長なんですよ。だからその時ね、その女性の方と泳いでる時に、私たちが学生の頃って更衣室も違かったわけじゃないですかって、学生時代こうやって違う境界線にいた私っていうか、まあもう当時は僕とあなたが今こうやって女子更衣室に入って女性同士としてプールに入るのはなんか感慨深いんですよねって言いながらね一緒に入ってたんですけども、そしたら一緒に入ってくれた方が、いや全然別に普通じゃないですかみたいな。私が悪いところがさ、たまに不安になる時あるんですよ。 YouTube だったら普段私は女としてこうやって生きてるんですよって強がったりするんですけども、本当の女性の方にはちょっとねビクビクしてしまう時があるんですよ。それはなぜかっていうと、やっぱり永遠に追い続けなければいけない対象、女性っていうその存在自体が私にとってはもう人生の先輩なわけですよ。こういう生き方をしたいっていう女性っていう、もうそれだけ
だけで私にとってはうわーすげーみたいな。だから女性に対して本当に私は女性同士として一緒にいてもらってんのかっていうのはたまにね考える時あるんですよ。もう元男の子としてどんぐらいだろうな、7年ぐらいか、7年ぐらい生きてるんですけども、でも不安になる時あるんですよ、心の奥底どこかで。今回の動画って見る人によってはかのんちゃんそれって結局私を他の元男の子さんと一緒にしないでって言いたいのっていう風に見られちゃうかもしれないから、それは違うっていうことを言いたくて、確かに元男の子さんって私にとってはお互いのその弱さを見せ合える、戦友っていうイメージなんですよ私にとって。でもその戦友ってそれぞれみんな性転換するぐらいだから、やっぱり壮絶な悩みを持ってるわけですよ。まあ私自身も悩んでないように見られますけども悩んでるんですよ。結局最後みんな一人一人自分とのその壁に向き合っていかなきゃいけないと思ってて、自分を女として認めてあげるっていうその着地点にひたすら私たちは歩き続けなきゃいけないと思ってるんですよ。ちょっとこれは誤解を生むかもしれないんだけども、結構元男の子さんって元男の子さん同士で仲良くいるっていうことが多いんですね。それはもちろん私もそうしてきたからすごいわかるんですけども、そこのコミュニティにずっといたら本当に私たちが求めてる女性っていうフィールドにたどり着けないんじゃないのって思っちゃうの。だって元男の子さんが元男の子を目標にしてても結局元男の子さんがその最終目的になってしまうわけじゃないですか。私たちは最終的には女になりたいわけじゃないですか。なので女の人を追い求めなきゃいけない。そしたら元男の子さんたちと一緒に固まって女子更衣室とか女子としてプールに入るとか、それも一種の勇気をつける経験としていいかもしれない。ただ本当の自分の理想像に近づくんだったら女の人しかいないコミュニティに飛び込むっていうのも勇気だと思うんですよ。それ私今回言いたかったの。 YouTube でこうやっていろんな方にかのんちゃん可愛いよとか女の人にしか見えないよって言ってもらえてるんですけども、それはすごい私も嬉しくて勇気づけられてるけど、結局自分自身の最後納得できるタイミングが見つかるまではこうやって褒めていただいてるのはもちろんありがたいけども、自分自身が納得しなければ私は満足しちゃいけないんだなって思ったの。だから今回勇気出して、もちろんその一緒にいてくれた女性の方にもこのことを話してて、で周りにいるプールのスタッフさんとかにもこの事情を話して全面協力いただいて、今回ちょっとプールで私の覚悟と向き合ったという、この動画をみんなに早く見せたい。もうね、あのプールの水が目に入ってすごい痛いんですけど、こんなに潜ったのは私が泣くのを我慢したからなんですよ。自分から泣いてるっていうのめちゃくちゃダサいけど、でもそれぐらい本当に今日は自分と向き合えた日だったなって、すごい良かったなと一日終えて感じてます。皆さんもぜひ、こんな大きかなんですけど皆さん引き続きですね応援よろしくお願いします。近々公開します、私が泳いでるところ。これはですね、本当に私が人生初女として女のコミュニティに入って女の姿で泳いだっていう伝説的な日になりましたので、こういう感じで今回ですね、私の個人的な壮絶な戦いを繰り広げたっていうご報告を皆さんにしました。これからも青木かのん応援よろしくお願いします。今回の動画が少しでも良かったなと思ってくださった方はグッドボタン、目がしみる、チャンネル登録、高評価お願いします。私の各 SNS も画面下にありますので、そちらも画面下からチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。